もいいし。来る前にです。この方が時が止まって見える女、クレマユミさん。この方の職業は速読コンサルタント。速読で脳を鍛えることによってクレさんはある能力を開花させた。自分では普通だからわからないんですけど、危ない瞬間とかにスローモーション見えたりするじゃないですか。スローってほどじゃないと思うんですけど、比較的ゆっくりっていう、なんかそういう